浜松市環境学習指導者でライターの山口雅子です。食品ロス削減のためのエコレシピ、大根丸ごと使い切りシリーズの中から皮のきんぴらをご紹介します。大根のきんぴらは、普通のきんぴらと違ってとても早く作ることができます。でしかも、お子さんでしたら甘く作ることもできますし、あるいは、お父さんには美味しいつまみにするためにちょっと辛口にしたりとか、あるいはニンニクで炒めたりすると、美味しくできます。お試しください。